異臭の大地復讐のために顔を捨てた女、星さん。クソ激烈に面白いリベンジャー漫画。主人公は器量は悪いが気立てのとても良い家族思いの美人の人族のメス。戦争中に北海道から疎開する過程で、その主人公が通っていた高校でいじめっ子グループから陰湿ないじめを受けて、さらには顔が気に入らないということで家族もろともそのいじめっ子グループに殺されてしまう。それに激おこぷんぷん丸した主人公は、自分の家族を殺したクズメスたちを一人残らずぶっ殺してやるというエレン君になるというシナリオ。とてもお数けする体だったことから娼婦として金を貯めて美容整形してクソ美人になった後に、いじめたことを全く覚えておらず老舗旅館の女将をしている順風満帆なターゲット1の旦那にハニトラしかけて、ターゲットのゴシップをあることないこと振りまいてターゲット1を社会的にも抹殺するという感じのざまみろ&スカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえ絶望する感じのシナリオ。主人公チームの仲間は全員顔がブスの時にその心意気に惚れた推しチームであり筋が一本通っているのとてもいい人選。ラスボスが金持ちの祖父にネグレクトされて育った、こじらせ霊嬢であり、こいつが心根がまっすぐで偶性の主人公という自分が一生手に入れられない憧れから虫を殺すような陰湿ないじめをしたという設定のラスボスであり、メス文学系のラスボスの選定としてクッソよくできている。クソ激烈に面白い大正時代の青森あたりを舞台にしたメス文学プラスアサシンクリードなシナリオでありオスメス関係なくおすすめ。